本日は重大なお知らせがございます。この度グループ内で重大な契約違反があったことが確認されました。契約違反をしてしまったメンバーは本日でクビとなります。誠に申し訳ございません。それではマナルンから一言弁明または謝罪を自分の言葉で聞きたいなと思います。お願いします。えマナルン本人から、うん、と契約違反への謝罪とあとは反省の意を言いたいということだったのでお願いします。契約違反やっぱり重大な、うん、重大な重大なことをしてしまいましたよね今日。え今日、はい、今日やっぱ一人自分で言うのはちょっと怖いらしい。じゃあちょっと私が代表して、うん、マナルンが今日3時半口の中にガムが入っていたことが判明しまして、はい、これは契約違反ですよね。口臭ケアです。ちょっと契約違反ということでみんななんで笑ってるの、うん、契約違反ということでマナルンから弁明の意図ちょっと本日をもって首首なの首なの私やっぱりあの今1年間、うん、あのおやつの時間3時にコンビニのお菓子コーナーとかでちょっと販売されているお菓子は食べれないという禁止生活をしてますので、まあなんか弁明とか弁解があればお願いします。はい、まず昨日撮影した動画でニンニクを大量に摂取しましてはいはい、はい、それであのそうですね、うん、今日イベントがあるということで、うんうんうん、まあ、大量の牛乳を飲み、うん、大量のリンゴジュースを飲み、うん、歯磨きを6回ぐらいし、そしてあの緑茶も買いまして、うんうん、そしてあのガムをあの噛んで口の中をきれいにしようという作戦を実施しておりまして、はい、で口の中に含んだのが2時50分頃、はい、10分で出せばセーフだった。はい、そうですね、そのまま噛み続けてしまいました。まあ、確かに、うん、あのお菓子コーナーに置いてあるお菓子なんですけれども、うん、まあお腹が膨れないお菓子ということでちょっと不服ではあるんですけれども私の中では口臭ケアということで、はい、噛み続けてしまいました。はい、まあしょうがないって言ったらあれですけど、はいはい、まあ、まあ理由は明確ではあるなと思うので、はい、ちょっとねみんなが、うん、賛成してくれるか分かんないんですけど、はい、まあ、首はなしで、はい、とおやつを食べてしまったっていうのを SNS に書くっていうので今回はどうですか皆さん。そうですね、うん、まあ仕方がないですね。そう、やっぱりずっと一緒に活動したいし、うん、そうそうそう、マナルンがいい日なんて寂しいし、うん、なんか私らのニンニクを与えてくれる、うん、ハニー、責任もありますね。でも国っていうのはやっぱ寂しいし、じゃあお菓子を食べてしまったマナルンに、はい、突然 SNS を1週間1週間でちょっと今から今から確かに今から儀式ですよ。あーなるほど、今からですか。まあでも口の治安は守られたんでお願いします。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと割とさ、うん、3時に油断して食べそうだよ、うん、何回かってある。でもな 2時59分、うん、待って2時50分になったらやっぱりとりあえず何か食べなって思う、ね、3時になる前にとりあえずおやつおやつって思って、うん、そう、え、おやつ食べないんですけど普段食べないんですけど、え、じゃあ YouTube おやつを食べてしまったマナルンですもうすごい、宣言、え、今日保存しますよ。はい、初めての
一人目やな。待って、一人目じゃん。でも去年だいぶさ、うん、ほのかちゃんとかさ黒つけてなかったけど結構ね、去年はブルマやってな、なかなかブルマの一日生活あんま見てなかったですよ、うんうん、これ実行しないとダメなんじゃないですか確かに、うん、それでも次はマナルが声を大にして、うん、ああ、わかりました、皆さん期待しててください、うんやばいやべえ、ちゃんと変えました。ちょっと1週間後な、うん、1週間待って2月の2日までちょっと待って、2月の2日の16時38分でちょっと、うん、あのアラームしてくわ、はい、やばい、ね、1人目、はい、おやつ、うん、いやー普段食べないから油断してた今多分マナルンの SNS ツイッター X 見たら多分おやつを食べてしまったマナルンです、はい、なってます。マナルンか、はい、マナルンでしたなってます、はい、1週間限定なので、はい、恥ずかしいということでね、今日はこの報告でございました。はい、はい。